躍を見せています。今後半がスタートしました。画面右から左に攻めるのがセレッソ大阪 U23 です。まずは立ち上がりスペースに走る米沢、サポートに行った山根、前を抜ける中島も中に絞ってきてクロス決めました。立ち上がり先制、ガッツポーズは小野沢。セレッソこれで4対0、山根とはから小野沢、左サイドから右サイド、小野沢今シーズン4ゴール目。今のシーンです。左足のクロス、走り込んでいた小野沢俊樹、うまくニアに走り込んでゴールに流し込みました。これで4対0です。山根とはは前節に続いてワンアシスト。